次が9球目です。この本田が出ればホークスにも一つ流れが来ます。大事な鍵を握る1番の本田、落としてスイングアウトの三振。本田が思わず天を仰ぎました。の今のはしょうがないんじゃないですかね、はい、もう追い込まれてあのボール投げれればまあ難しいですよ、2番の今宮のところに松中が代打で送られました。この甲子園球場に入ってコンディションはどうですか。全く問題ありません、絶好調ですというふうに松中は話していました。阪神の守護神とこの松中との対戦ということになりました。初球のストレートです。ストレートと分かって振っててファウルになるわけですから、はい、やはり球威はやっぱりあるんでしょうね。まあ、マウンドの動き表情もやっぱり悪い時と全く違いますよね。どのように違いますか。僕はやっぱり悪い時見るのはもうすごく汗をかいてあまりどしっとしてないというかね、はい、やっぱりストライクとボールがはっきりするようになってくるとやっぱり良くないでしょうね。今のは外れましたが、赤星さん、高めのストレートってあのゾーンくらいですか。いや僕ね、松中選手との対決の中で、松中選手ってやっぱりインコースを打つ天才なんですよね、だからインコースのまっすぐが甘いところに行くと危険だなと思ってたんですけど、やっぱりインコース投げないとダメだと思うんですよ、でやっぱり今ぐらいの厳しいインコースっていうのがね必要になってくると思うので、そういう意味では今のボールは良かったんじゃないかなと思いますけどね。2ボール1ストライクになりました。まあ、バッテリーとしたらね、長打以外はっていうふうに考えなきゃいけませんからね、ただやはり、やっぱり守護神、ね、最後の抑えのエースが出てきているわけですから、やっぱり攻めなきゃいかんという、キャッチャーもやはりピッチャー同様、自信持って投げさせなきゃいけないですよね、ここでボールになったらどうしようとかね、真ん中来たらどうしようという、そういう場面じゃありませんからね。3ボール1ストライクです。今浜風はありません。今日は浜風になったり時折ピタッとその風が止んだり、今はその止んだ時間帯に入りました。3ボール1ストライク、早いテンポで試合が進んでいます。8回の裏タイガースが1点を挙げました。9回の表、守護神ワンアウトを取って代打の松中を迎えてストライクでフルカウントです。まあ、フォークボールも2種類やっぱり掘れるんですね。ああ言って今多分フォークボールですかね。フォークだと思いますね、ストライク取るのと、やっぱり空振りさせるのっていうのはやっぱり、まあ、この辺がやっぱりいいストッパーっていうかね、普通はああいう取り方はしないんですけどね。最後はフォークがワンバウンドになりました。ワンアウトランナーが一塁、同点のランナーを出しましたホークスです。ここでピンチランナーの木所が送られました。ワンアウトランナーが一塁です。またいいランナーが残ってますね。ここからも足の速いのばっかり残ってますからね、今ダイソーで出た木所も今シーズンここまで7つの盗塁を決めています。まあ今日は先にね福田を使ってしまいましたけどね、福田の足もいいですし、さあそしてクリーンナップに入ります。内川、カブレラ、赤星さん、もう野球ファンにはたまらない展開になってきますね。これなってきましたね、見どころ満載ですよね、
まず若菜さん、はい、この木所がランナーに出て何かこの策はホークスサイドとしてはあるわけですか。いやー、よほど追い込まれない限りはないとは思うんですけどね、はい、やはりフォークボールのカウントで見切って走れるのかね、初球ランナーに動きはありません。フォークから入りました。まあ、あとは岡崎の送球がどうなのかっていう情報が入ってるでしょうしね、やっぱりストレートではなかなか走れないと思いますよね。赤星さん、この場面はどのように見てますか。いや、逆にこうやって木所選手が今出てきましたよね、はい、ってなるとやっぱり今初球フォークで入りましたけど、はい、アウトコースのまっすぐがねいずれ来ると思うんですよ、はい、それをね走る走るって見せておくだけで内川選手がそのアウトコースのまっすぐをね狙って一、二塁間抜かれるのが一番嫌なんですよね。あ、それがそのここまで走ってきて経験その実績っていうものが配球を変えていくという今日のゲームの中でもあった。そうですよね。そういうところなんですか。でキャッチャーが岡崎選手ですよね、はい、でやっぱりもし走ってきた時に盗塁をさせたいっていう意識が強すぎるとやっぱそこに要求がいくと思うんですよ、でここで逆に藤川投手がね、逆に引っ張るぐらいの気持ちでいった方がいいような気もするんですけどね、だからもちろんバッターはもうストレート狙いですよね、だいたいこう7割がタワー追い込まれるまではストレートでしょうから、はい、それが外に来るのか内に来るのかね。で内側の場合は引っ張るか流すかっていうのもあらかじめ決めてますからね、そうなると赤星君が言うようにもう流すという気持ち入った時外の球はやっぱり禁物でしょうね。岡崎はちょっと外寄りに行ったか。ミットは真ん中です。ランナー動きません。ボール2になりました。赤星さん、改めて藤川球児の今日の状態をお伺いしますが、ストレートは走ってますよね。ただやっぱりセットになってランナーが出てから、はい、ちょっと明らかに球威が落ちてますよね。なるほど、落ちてますし、意識がやっぱりかなり牽制もしてますから、ランナーの方にも行ってるんですよね。やはり1人ランナーが出たことでピッチャーに与える心理状況も変わるわけですね。だから多分今投げづらいと思って投げてると思いますよ。ボール2ランナースタートを切りません。打ち上げました。少し詰まったあたり右中間に取ってツーアウトです。あとアウト一つ、阪神があとアウト一つを取れば勝利ということになりますが、ホークスも4番のカブレラを控えています。一度岡崎がマウンドに行きました。まあ、やはり内川の調子が悪いというのはやっぱり今の打席でも分かりますよね、ストレート狙って本人はどっちに打ちたいのかと気持ちと、技術がもう全く正反対なんですよね。引っ張ってるようだけれど反対方向に飛んでるっていうかね、ちょっと内川の今の調子というのがやっぱりホークスの打線の流れを作りきれないというかね、これ当然相手守護神がマウンドにいるわけですから、せめてもこのランナーが二塁にいるだけで状況が変わるわけですよね。違うと思いますよね。ただ気どころはスタートさえ良ければもう走ってくるんじゃないですかね、関係なく、関係なくね、さあ今シーズンここまで7つの盗塁を決めている気どころが一塁のランナーです。バッターは4番のカブレラ、初球150キロです。2アウトで守護神と4番の勝負です。甲子園球場わずかにその差は1点です。切りません。カブレラは空振りで2ストライク。さあ追い込みました。このまま藤川が締めれば岩田今シーズン5勝目、これで5勝5敗と星取り勘定が自身5分になります。そして阪神このまま勝てば連敗が2でストップ。しかし2アウト2ストライクと追い込まれたところから4番のカブレラがそのバットで
この雰囲気を一掃するのか、あるいは守護神がこのまま締めるのか。スイングアウトの三振、最後は151キロ、球児が締めて阪神1対0、虎の子の1点を守り切りました阪神タイガースです。これで阪神タイガースは連敗が2でストップ。そして今シーズン交流戦ホークスとの対戦カード、